なるほど。なかなか順調のようですね。ああ、こちらの準備も9割方目処がついた。今回のオーダーには何とか間に合わせられるだろう。お疲れ様です、博士。カンパネルラ、レギオンたちの動きは？ちょっと前にブルブランが遊んでいたみたいだけど、もう手は引いたみたいだね。レンはリベールに去ってから戻ってくる気配はなさそうだ。そして彼女についてはまあ様子見でいいんじゃない？式神は貸してくれたけど、今のところ介入するつもりは一切ないみたいだし。ふん、わかりました。マイスターと同様、彼らの意思に任せてください。しかしレギオンには全ての行動の自由を与えるか。あの方の決めたこととはいえ、いささか理不尽な掟だね。全てはマスターのおぼし召し。是非を問う必要はありません。それよりいらっしゃったようですね。おや、来たかね。時間通りだね。お待たせしました。もう始めているようですね。いえ、始めたばかりです。例の件についてはもうよろしいのですか？ええ、あとは破壊殿に全てをお任せしてきました。それで、クロスベルでしたね。彼の地に赴くのは私もいささか久しぶりです。あまりの変わりように目を丸くするんじゃない？現代の動力文明では最先端の大都市だろうしね。私も完成前にもう一度顔を出してみるつもりだよ。どうだね、せっかくだから現地で落ち合うとしようか。ええ、異存はありません。ではお二方、以後は一切をお任せします。減塩計画、あの方の最終計画のためには欠かせないステップです。第一段階としての仕掛け、よろしくお願いしますよ。了解だ。すべてはマスターのために。幻獣ですか？ええ、その通りよ。単なる魔獣とは言い難い大型で不可思議なモンスター。そんな存在がクロスベル各地で発見されるようになっているわ。私らが見たやつだ。結局とどめを刺す前に逃がしてしまったけど。こんな魔獣が。そういった情報は流れてはいましたが。それだけじゃない、他のタイプも確認されている。
これは旧鉱山に現れた。おいおい、また出たのかよ。先日同じタイプのものが北の山岳地帯に出現しやがってな。そちらのスコットたちにすでに退治されている。そうだったんですか。もしかしてお二人で退治なさったんですか。ああ、不意をついてなんとか倒すことができたよ。これも君たちの方から情報が回っていたおかげだな。ただどうにも妙な手応えでな。アーツの聞き方が異なる上に光るようにして消えてしまった。やはり俺たちが戦った時と全く同じみてえだな。しかし山岳地帯ということは今度は屋外に現れたんだね。ええ、これまでにも塔や僧院など異常な場所は確認されているわ。どうやら何らかの理由で場の歪みが発生していると推測されているのだけど、でもこれらの幻獣は山岳地帯や湖沼地帯などにも出現しているの。ひょっとしたら場の歪みがそうした屋外にも現れているのかもしれない。そんなゾッとしない話だな。では私たちをここに呼んだ理由というのは。ああ、これらの幻獣への対応をギルドと特務支援課の双方に頼みたくてな。独立提唱がなされて以来、ベルガード、タングラム両門でやや緊張状態が続いている。せめて住民投票が終わるまではそちらに集中しておきたいんだ。わかりました、引き受けさせていただきます。分担に関してはこちらに任せてもらっても。ええ、データはお渡しするからそちらにお任せするわ。それとできれば原因の特定も頼みたいの。原因？なぜそうした幻獣がいきなり現れたかですか。ええ、魔獣の発生は昔から一定のサイクルで起きているけど、この幻獣に関してはそこから外れた異常事態と言っても過言ではないでしょう。間違いなく何か原因があるはずだ。場の歪みを発生させて常識外れの大型魔獣が現れるだけの原因がな。なるほど、確かにな。ギルドの名にかけて必ずや突き止めてみせよう。しかしあんたたちとこんな形で共闘するとはね。最初の頃からすると想像もつかんな。まあ、こっちもそれなりに成長してるってことだろう。いや、実際大したもんだよ。もし警察をクビになったらいつでも歓迎させてもらうぜ。そうそう、特にティオちゃんなんかギルド向きだと思うのよね。そう言われましてもお言葉だけいただいておきます。でも幻獣ですか。確かに気になりますね。ああ、とりあえず手分けすることにしよう。警備隊から回ってきたのは全部で5件。君たちにはそのうち2件を受け持ってもらいたい。へえ、随分と気前がいいじゃないか。いいんですか、そちらの分担が多くても。ただでさえアリウスさんが今は動けない状況なのに。だからこそさ、彼が動けない分あんたたちにも必ずしわ寄せが来るはずだよ。もとより魔獣退治は私たちのお箱。お互い他の仕事もあるし効率的に分担すべきでしょ。助かります。なんだか申し訳ないですね。何、お互い様さ。それに君たちの方には結社の問題もあるからな。はい。ったく、その問題もあるんだよな。結社ウロボロス。
なんでも遊撃士協会とはいろいろと因縁があるとか。ええ、リベールの異変でもエステルちゃんたちをはじめとする遊撃士がやり合ったし、それ以外にも各地の事件で幾度となくぶつかっているわね。帝国のギルドが一時壊滅状態に陥ったのも奴らの仕業だと言われている。もっともその後の衰退の原因は帝国軍の圧力によるものだ。そうなんですか。しかし聞けば聞くほど捉えどころのない連中だぜ。いずれにせよギルドの方でも未だ実態がつかめていない連中だ。何が目的かわからないが、くれぐれも気をつけるといい。困ったことがあったら遠慮なく連絡してきなよ。正直連中に関してはこっちも人事じゃないんだし。わかりました。何かあれば遠慮なく頼らせていただきます。ウルスラ街道の中州と東クロスペル街道の外れか。どちらも最近あまり立ち寄ってなかったな。急鉱山に現れたのほどでかくはねえみたいだが、万全の準備はしといた方が良さそうだぜ。それと原因の特定ですか。ええ、時、空、幻の上位三属性が働いているという報告もあるみたいだし。上位属性の働きに関しては私が感知できると思います。ただ原因となるとちょっと難しいかもしれません。確かに塔や総員についても原因は分かってないみたいだし。そういえば古戦場にある太陽の砦もそうなんだっけ。ああ、俺たちが乗り込んだ時は確かにそうだったけど。ただ事件が解決した後は何の異常も起きていないらしいの。総員にあったような金が原因でもなさそうだし。そうなると本当に原因は特定が難しそうですね。ま、とにかく行くだけ行ってみようぜ。どうせ他の仕事なんかも入ってきてるんだろうしよ。そうだな。よし、支援要請をチェックしてから出発するとしようか。あれ、またやっぱり結構な数の依頼が来ているみたいだな。アリオスさんが動けないからじゃないとは思うけど。そうね、今日は課長が病院にお見舞いに行っているみたいだけど、私たちも近いうちに顔を出した方が良さそうね。だな。キーボーは昨日行ったらしいし、結構落ち込んでたよな。はい、ちょっと心配です。車を使えば病院まではそんなにかかりませんし、時間があったらお見舞いに行きましょう。ああ、そうするか。しかし目の回復手術か。やっぱりまだまだ難しい領域みたいだね。そうだな。今回の手術も決して失敗というわけじゃないみたいだけど。
Thank you.
まくいくかな。ごめんみんな、うまくいくかな。ごめんみんな、うまくいくかな。ごめんみんな。Thank you.
やれやれ。Thank you.
行くぞ。